五条堀隆は、日本の遺伝学者。アブドラ国王科学技術大学ディスティングイッシュと、プロフェッサー。隆ジ五条堀アットザ・ポンティフィックル、アカデミー・オブ・サイエンシズ、ノーベンバー2018福岡県福岡市に生まれる。1974年九州、大学理学部生物学科卒業。1976年度、大学大学院理学研究科修士課程修了。 1978年より、日本学術振興会大学院博士、家庭奨励研究員。1979年九州、大学大学院理学研究科博士家庭修了。理学博士。Studies of Protein Polymorphism by Data Analysis, with Respect to Loki。1980年から、テキサス医学生物学大学ヒューストン校集団。 遺伝学研究センターにて上級研究員、1982年から同助教授として勤務の後、1983年より国立遺伝学研究所整理、遺伝研究部門研究員そして、1984年から同州南電研究系助手、1988年助教授等を経て、1990年度研究所遺伝情報研究センター教授、 1995年から静岡県三島市にある国立遺伝学研究所の生命情報研究センター長教授となり2001年から同生命情報 DDBJ 研究センター長などを歴任後2007年から副所長遺伝情報分析研究室教授また日本の17の国立研究所が連携して結成した日本初の大学院大学である 総合研究大学院大学生命科学研究会電学専攻教授平任。2013年からは国立遺伝学研究所特任教授。さらに、産業技術総合研究所の生物、情報解析研究センター、統合データベース研究グループリーダーや東京医科歯科大学客員教授などを歴任後、産業技術総合研究所のバイオメディシナル、 情報研究センターの研究顧問で併任し、慶應義塾大学客員教授、東京大学客員教授、東京工業大学客員教授、国立情報学研究所客員教授、理科学研究所客員士官研究員もしている。日本学術会議の連携会員。過去には、日本新化学会会長や日本遺伝学会所も幹事、日本遺伝学会会長などを歴任し、現在は、 DNA 鑑定学会理事長である。専門は、分子進化学、集団遺伝学、バイオインフォマティクス、ゲノム進化学で、病原性ウイルスやバクテリアから高等生物まで、幅広い生物種を対象として、ゲノム情報や遺伝子発現情報を、比較研究して、生物進化の分子機構の解明に立ち向かっている。脳、神経系の進化的起源や、 進化過程の解明をヒドラやプラナリアなどを用いて DNA チップ解析し人などのゲノム情報と比較することによって研究している。秋篠宮文人新能が1994年に総合研究大学院大学において博士を取得した時の指導教官でもある。1996年からは DNA から見たハゼの研究で 上皇秋人との共同研究が開始され、秋篠宮も参加して、現在も続行中である。文部科学省で科学館を4年間務めた。さらに、総合科学技術会議のもとに設置された、科学技術連携施策群のポストゲノム連携群、副主管を務め、第3期科学技術基本計画のライフサイエンス部分の作成に貢献し、関係する府省の科学技術政策や、 プロジェクト策定に関し、それらの連携を主導した。その後、科学技術連携施策群のライフサイエンスの基礎、基盤の,の主幹を務め、ライフサイエンス統合データベースのワーキンググループの座長として議論をまとめるとともに、我が国のライフサイエンス統合データベースセンターの設置に努力した。また、現在、国際分子進化学会副会長、 財団法人遺伝学普及会場無理事、財団法人日本バイオインダストリー協会理事、社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム理事を務めている。2000年から5年間行われた国家プロジェクトミルニアムゲノムプロジェクトの50点課題の一つであったバイオインフォーマティクスのリーダーを務めた。2006年にはアメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員に選出され、 翌年には、ローマ教皇庁アカデミーの正会員に選ばれた。国際学術雑誌については、ジン、フェブス・レターズ、モレキュラー・バイオロジー・エボリューション、プローズ・ジェネティクスのエディターをしており、多数の他の国際学術雑誌の編集委員である。ありがとうございます。